とにかく身構えながら行こうじゃないかと、そういう一週間になるよと。はい、どうも皆さんこんにちは、マカベです。アメリカの投資家ジムクレーマーをフォローしています。3月24日金曜日のマットマネーですけども、ジムクレーマーね、開口一番、ヨーロッパの銀行が風邪をひいたらアメリカが肺炎になってしまうんだって言ってるんですよね。この日ドイツ銀行ドーン落ちたよなと言ってて、でそうですよね、本当ドイツ銀行株ね 3% 以上ドーン落ちましたよね。でね、一時期ね、ヨーロッパ市場ではドイツ銀行の株価 8% 以上も急落したんですよね。でね、ドイツの首相のシュルツさんとか、ドイツ銀行はとても収益性の高い銀行で懸念する理由はないと、そうやって強調してるんですけども、銀行不安がとにかく広がってるわけですよ。規制当局とか中央銀行がこの金融システム不安全然抑え込むことができてないと。でこのドイツ銀行の債務不履行、デフォルトリスクに備えて取引されるクレジットデフォルトスワップっていうやつがあるんですけども、それも急上昇してて、5年ものがね、4年ぶりの高水準つけてるんですよね。で結局みんなどう思ってるかっていうと、具体的にどこがめちゃくちゃ問題なのかわかんないんだけども、まだ表面化してない問題があるんじゃないかと、そう懐疑的で、これからもどんどん出てくるんじゃないかと、そう思っている。でこのね、ドイツ銀行っていうのは収益性とかね、ファンダメンタルズで、クレディスイスとは全然違う。ただやっぱりこの銀行不安がとにかく広がっているドイツ銀行、こう3月に入ってからの下げやばいですよね。ただまあ言ってもね、去年の10月ぐらいの方が低かったんですけども、ジムクレーマーね、ヨーロッパの銀行が風邪をひいたらアメリカ繁栄になってしまうから、だからこの日ね、こういうことになったから、アメリカの株式市場も初めはね、めちゃくちゃ下げで始まったんだと言ってるんですよね。ただヨーロッパの市場閉まってからはマーケットどんどん上がり出して、で投資家はこの銀行不安をちょっと振り払おうとして、でどんどん株価上がってったってことなんですよ。で結局ダウはプラス 0.41%、 まあ初めかなり下がってたんですけども、まあ昼前ぐらいから上がり出してプラスで終わった。 SP500 はプラス 0.56% で、ナスダックがプラス 0.31% と、俯瞰するとね、これ SPY ですけども、1月は良かった、2月ダメだった、3月いいのかと思ったら銀行がーってなって、で結局銀行大丈夫なのか、救われるじゃんってなったら、いやそうでもないかもしれないぞってなってると、ジムクレーマーね、この日ほんとバッドフライデーになるかと思ったよと。もう午前中の早い時間とかはわー落ちてたから、ただやっぱね、クレディスイスの状態と比べるとドイツ銀行っていうのはまだ全然マシだし、そもそも自分たちはドイツに住んでないしなと、そうなってこの日株価持ち直したんだけども、結局まだまだみんな心配してるんだよなと。最悪クレディスイスみたいにならないだろうかと。いやーすごいですよね、クレディスイスの株価ね、ドーン落ちてますもんね。でそもそもここのね、2月の末までの時点でも大きく落ちてきてたわけですから、もうこんな感じですよ、もうほんと止めどない落ちですよね。で UBS に救われるんじゃないかってなって、そこのバリエーションに合うようにこう急落して、でまだまだ落ちていると。でだからね、ドイツ銀行だってこうならないだろうかとみんな思っている。例えばこの週末を挟んで株価暴落しないかなと、来週とかに、今株価9ドルだけど株価2ドルとかになったらどうしよう、彼らの債権が紙くずにならないだろうか、みんな不安なんだと言ってるんですよね。でこういうやっぱね、銀行不安が世界全体を覆っていると、そのことを頭に入れながら、じゃあ次の週どういうことになるのか、ゲームプラン見ていこうじゃないかと、そういうことなんですよね。はい、でこれジムクレーマーね、恒例の次の週のゲームプランですけども、これちょっとねちっちゃいですけども、月曜日書いてるのはファーストリパブリックが大丈夫なのか見ようじゃないかと、こういうことなんですよね。ジムクレーマーね、自分たち今地方銀行が大丈夫かどうか、これが焦点なんだと。で特にファーストリパブリックだと言ってるんですよね。次潰れるのはこれなんじゃないかと思われている。でここまでねめちゃくちゃ急落してるけども、でこれ投資してた人は悪夢だろうけども、ここからまだまだ大きく下がる可能性あるよと言ってるんですよね。もう今月 90% も下がってんのにまだこれ行くよと。で株価俯瞰するとこんな感じでね、こう3月に入ってからやばいですよね。120ドル超えてたのがドーンなって、意外に大丈夫かってなって、いやそうじゃないなと。で今12ドルってことなんですけども、このファーストリパブリックに関してはやばいんじゃないかということで、アメリカ政府がね温度を取って調整をして、アメリカの大手の11銀行がファーストリパブリックに共同で300億ドル預金すると、そういうニュースありましたよね。でこの支援ね、 JP モルガンとかシティが中心となってやってるわけですけども、でそれで一時期株価ちょっと戻ったんですけども、今それ以下のところにいる。でジムクレーマーね、その理由の一つはやっぱねイエレンだよなと。イエレン財務長官が議会証言で
全面的な預金保護っていうのは検討してないと。そうやって述べた。で、そうなるとやっぱね、みんな不安なわけですよ。で、しかも、今巷で不安広がってるのは、そもそもこれって、例えば銀行がね、金利上昇によって、国債とか MBS で損失を出したとか、あとね、SVB だったら、スタートアップ企業の資金が枯渇したからとか、そういうことだけじゃなくて、もっと背後に大きいもあるんじゃないかと。だからイエレンだって、経験にね、全部救うようとは言えなかったんじゃないか。そもそも全部救えないんじゃないのと。で、ジムクレーマー、みんな本当にね、まだまだ自信を失っていっている状態だから、ファーストリパブリックが SVB みたいに、すなわちね、もう破綻するんじゃないの。株価ゼロになるんじゃないのと。で、ジムクレーマー的な問題は、実際、ファーストリパブリックも含めて、こうね、いろんな地銀たちが、どのような状態で今、そしてどれぐらいの株価に値するのか、もう見当がつかないということなんだと言ってるんですよね。自分はこの銀行、なんとかなると、そうやって本当思ってたんだけども、ただ結局、財務長官のイエレンが、ブランケットインシュランスは考えてないと。もう何でもかんでも全部保護するよと。全面保護を考えてないと言って。で、そう言ったことでジム・クレーマー自身もこれどうなるかわかんないぞとまた思い直したんだと。で、彼女はこの発言をパウエルのね、FOMC 後の会見と同時にやって。で、彼女の発言ね、これね、ある程度の預金者は保護されるけれども、それ以上のものじゃないんじゃないかという、そう失望を呼んでしまった。だからファーストリパブリックの株価だって、一時期ちょっと上がってたのが、で、まあ10ドル台中盤でね、こう安定すんのかなって思ってたのが、どん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 下がって12ドルになってると、そういうことなんだと。で、イエレンさん、慌ててね、翌日の木曜日は銀行安定化するために必要な措置は取るよと慌てて言い直したんですけども、で、水曜日のね、全面的な方は考えてないという、そういう発言をどうにかして取り戻そうとしたんだけども、もうそれ時遅しだったんだと。あ、やっぱりなんかあるのねと。で、ジムクレーマーね、覚えとかないといけないのは、銀行っていうのは信用で成り立つビジネスだと、そのことなんだと。だからね、実態はどうかっていうこともさておき、言葉が重要な意味を持つんだ。信用で成り立ってるから、信用ないってなったら、みんながお金引き出し始めるだろうと。でも、全部の引き出しに対応できるお金なんか銀行にはないんだから。だからメッセージが重要、言葉が重要なんだと言ってるんですよね。で、特に自分たちよりもずっと状況に詳しいであろう財務長官の言葉っていうのはめちゃくちゃ重要で。だから今ね、ジムクレーマー的にはこれね、銀行のミニ危機と言ってるんですよね。大きい危機じゃなくて、まあミニだけどミニ危機だと、ミニクライシスだと言ってるわけですけども、このミニ危機とでも言える状況っていうのは、金融システム全体の破綻とかそういうのではなくて、2007年から2009年の時っていうのは、銀行は山ほど悪いローン抱えてて、クレジットクランチだったんだけども、今はそうじゃないんだと。今回はね、流動性の問題、それが大きい。COVID 時代に食べ込んだデポジットを、比較的安全な債券とかにどかどか投資してて、だけど、Fed の利上げで価値が大きく落ちて、回り回ってこうなっているんだけども、だけど、イエレンがああいうってことは、もっとあんじゃないのと。これどうなってんの結局。全然詳細が、結局何が悪いのか、どれ程度悪いのか、全然情報入ってこない。不安が広がっていると。ということで、この週末だってどういうことになるのか、このファーストリパブリック、結局どうやってみんな救おうとしているのか、状況がまだまだネガティブだったら、そしたらね、この週だって自分たち、また肺炎から始まるだろうと言ってるんですよね。ひどい状態から始まるだろうと。だけど、ファーストリパブリックはこうしますよと、なんか明るい兆しが出てきたら、株式市場、懸案事項が乗いたということで、上に走るかもしれない。で、実際、SVB の破綻とか、シグネチャーバンクの破綻で、株式市場は上行ったじゃないかと。だから上っていう目もあるんだけども、とにかく油断ができない。で、そういう意味では、この火曜日と水曜日、これもちっちゃいですけども、なんて書いてあるかっていうと、Fed の副議長の、マイケル・バーが議会証言するんだと。で、この人ね、マイケルさん、火曜日は上院のね、銀行小委員会で、水曜日は下院の小委員会で議会証言するわけですけども、自分にとってここの焦点っていうのは、この銀行のごたごたがここで収まるのかどうかと、本当にそういうことなんだと。もしこの先も続くようだったら、下手したらね、今は全然問題がない、グッドな、いい銀行まで影響が波及する可能性があるから、ジムクレーマー的には本当、今のところどうなるかわからないんだと。だから油断ができないと言ってるんですよね。ただ、改めて言っとくけども、繰り返しになるけども、このごたごたがどうにかなりそうだったが否や、
マーケットは上に行く。それは覚えとかないといけないよと言ってるんですよね。しかしとジムクレーマーね、ジェネラティブ AI とか出てきて、AI でみんな騒いでるけども、この銀行の金のね、いろんなやつだって、AI がなんとかできないんかって言ってるんですよね。人知を超えたようなシステムを AI が作れないのかと。いい具合にどこも破綻させないようにとか、今人間がやってるからね、そんなことできないけども、AI がやったらできんじゃないのかなって言ってるんですよね。はいね、火曜日。あとはね、注目決算もあるよと言ってるんですよ。まず、マコーミックの決算発表あるよと。マコーミック。株価全然冴えないよ、ここのところと。で、これね、スパイス会社なんだけども、商品価格の上昇をなんとかしている苦しい状況。で、やっぱね、コストが上がってて、で、それをどうやって顧客に転嫁させるのかっていうのが、この食品会社の問題で。だけど、すごく多くの食品会社、めちゃくちゃうまくやってるんだよな、そこのところと言ってるんですよね。で、いくつか挙げてるんですけども、例えば、ハーシーとか。いやー、いいですよね、株価ね。モンデレーズ。もういいですよね、株価ね。コナグラブランズ、悪くないですよね。キャンベルスープ、いいですよね。ジェネラルミルズ、いいですよね。ジムクレーマー、このようにきちんとね、原材料コストの上昇を商品価格の上昇につなげて顧客に転嫁している、こういう会社っていうのは素晴らしくやっている。で、こっからもね、コスト下がっていくのに価格はそのままだから、こっからまだどんどんよくやるだろうと、こういう会社は。なのにマコーミック、ダメダメで、どうしたことだろうっていうことなんですよね。ただもしかしたらね、どっかで転換点があって、マコーミックそろそろなのかなと。もしかしたら今回は素晴らしい結果見せてくれるみたいな、そういうことになるかもしれないけども、ただやっぱ最近のイケてなさを見たら、そこまで自信持てないと言ってるんですよね。この前の決算の1月26日だって、売上も EPS も両方ミスっている。その前の決算の10月6日だって、売上も EPS 両方ミスっている。で、こうなってくると自信を持っておすすめはできない。どっかで転換点来るだろうけども、どうなるのか見てみようじゃないかと。はい。で、さらに、ちっちゃいですけども、ウォルグリーンズの決算発表あるよと。で、ウォルグリーンズも株価、ダメダメだよなーって言ってるんですよね。これドラッグストアですけども。で、株価ね、もうちょっと俯瞰するとこんな感じですけども、本当にダメダメで。で、ジムクレーマーね、自分はこのドラッグストア、心配してるんだと、かなり。で、ここまでいろんな買収進めてきたんだけども、それがここからの株価のブーストにつながるかどうか、ほんとわかんないんだと。リテールの中でも、最近最もパフォーマンスが悪い株の一つ。ただね、これはね、今までもね、ずっと言ってきたんだけど、好きあらば。とにかくこのね、ドラッグストアたちは、鍵がかかっている戸棚に全部の商品入れるのなんとかしろと。もう自分は鍵がかかっているガラスの扉から店員を呼んでまで商品を取りたくないんだと。なんか買いたい時にいちいち店員呼んでたら時間がかかってしょうがない、面倒でしょうがないし、しかもそういうのも店員も嫌だからね、店員の数だって減ってるんだと。で、こういう状態だったら結局ね、Amazon でクリックするだけで翌日に商品が玄関の前に置かれる、そっちの方がいいに決まってるじゃないかと。ここら辺の対策とかが今回の決算で何か言われるのかどうか、そこを聞きたいよと言ってるんですよね。はい。でね、火曜日、引け後なんですけども、今最も嫌われている株のグループに入る2つの会社の決算があるよと言ってるんですよね。それがマイクロンとルルレモンだと言ってるんですよ。でね、両方とも株価冴えないんだけども、自分はもしかしたらこのマイクロンもルルレモンも嫌われてる今が買いの好機提供するかもしれないよと。両方ともチャンス来てるのかもしれないなと思ってるんだと言ってるんですよね。で、マイクロンに関しては株価ここのところずっと低空飛行なわけだけども、これコモディティ半導体の会社なんだけども、なんでこれ株価低空飛行なのか、その背後には半導体の過剰在庫の問題があった。だけど今回もしね、CEO のサンジェイ・メロトラが洪水のような在庫の波が収まったよと、そう言ったら状況が転換するんじゃないかと。で、どうやらやっぱりね、半導体の過剰在庫っていうのはどんどん吐けてるらしいと。そういうことなんで、そろそろマイクロンのターン来るんじゃないかなと。ルルレモンに関しては前の決算がね、ダメだったことは分かっている。で、そうなんですよね、前の決算12月8日だったんですけども、そこで株価ドーンって落ちて、で、そこから低迷してるわけですけども、ただジムクレーマー的にはこれね、今ベストのリテールの一つかもしれないなと思ってるんだと。だからこの低迷してるここで自分は実は好きだと、自分は買い手だよと。ということで、マイクロンとルルはもしかしたら買い手、買いの好機が来てるかもしれないから、こう気をつけて見てみようじゃないかと言って、で、水曜日なんだけども、水曜日大事なのは今のアメリカのね、経済の状況、それが捉えられる機会が来てるよと。
で自分たち例えばねまだまだ賃金インフレに苦しんでるわけだけども銀行破綻が起こって状況どうなってるのかそれを知りたいときはやっぱね何を見ればいいのかというと実際にそういうことに関わる会社の決算を紐解くのが一番なんだと政府発表のいろんな数字よりも下手したら個々の会社の決算の方が状況がよくわかるだから水曜日ね中小企業の制服のビジネスで最も大きなシンタスあとは給与処理システムのアウトソーシングサービス大手のペイチェックスこの2つの決算が朝にあるんだけども水曜日この決算を注意深く聞くことでアメリカ経済の様子がわかる特に中小企業がどれぐらいよくやっているのかでもしね賃金インフレ落ち着いてきたりしてたらまずねこれらの会社の決算に現れてくるんだとワシントンからの数字じゃなくてと言ってるんですよねシンタス今ずっと横っていう状態ですけどもこの株を買う買わないというよりはこの決算を聞くことでアメリカの幅広い企業がどれぐらいよくやってるのかを見ようじゃないかとペイチェックスもね今どんどん落ちてきてますけどもペイチェックスの株を買う買わないじゃなくてこの決算を聞くことで中小企業がどうやってるのかこれ掴もうじゃないかと言ってるんですよねやはり水曜日さらに RH の決算発表あるよとこれね家具会社ですけども COVID の時ねガーン伸びたんですけどねそっから低迷が続いてますよで事務局はね自分はこの会社好きなんだけどもここのところの数字は冴えないものだったで株価ね今どんどん下がってるから長期的視野で、まあ、ずーっと持っといたら得するかなっていう、そうやって考える人は、ここで買うのも一案ではある。ただ自分はまだまだ自信持てる状況じゃないよと言ってるんですよね。たださっきもね、いくつかそういう企業あったけども、この決算が転換点になる可能性もあるから、だからこれ見てみようじゃないかと言ってるんですよね。はい、で、木曜日ですけども、木曜日はね、一個だけ、ブラックベリーの決算発表があるよって言ってるんですよ。いやー、僕ねー、まあ、もしね、大昔のね、僕のブログから読んでいただいてる人はね、ご存知かもしれないですけども、僕昔ね、ブラックベリーにぞっこんでね、これそもそもね、カナダのね、モバイル通信機器メーカーだったんですけども、そっからソフトウェア会社に転換したんですよね。で、そこのところで結構株価、ぐわ上がった時あって、で、すごいね、僕はそこ注目してて、で、今は、本当ね、政府機関とか企業向けに、スマホのね、サイバーセキュリティ会社になってて、もしくはね、自動車向けのソフトウェアの開発とかやってるんですよ。で、僕ね、CEO のね、ジョン・チェンとかも大好きなんですけども、ただ、まあ、こういうね、利上げ局面になって、株価本当にダメダメになって、で、今もうほんと3ドルとかね、見る影もないわけですけども、ジムクレーマーね、ライトニングラウンドとかで、多い時はね、1日に何個も、こういうソフトウェア会社の株どうですかと聞いてくるやつがいる。で、自分もオウムみたいに同じことを言うんだと。利益出してないやつはダメだよと。お金を失っている会社の株は買うなと。で、このブラックベリーっていうのは残念ながら、ここの最近の中でも最も顕著な敗者の例だから。だからこういう株買うんじゃないよと、本当にダメな例としてここで出してるんですよね。はい、で最後、金曜日ですけども、ニューヨーク連銀のジョン・ウィリアムズが喋るよと言ってるんですよ。で、彼、とても賢い男なんだと、このジョンは。で、自分はね、何を喋るか、わかんないけれども、とジムクレーマーね。だけど、今、フェッドが期待してることが、ここからわかるかもしれない。今のこの銀行のミニ危機が、クレジット問題引き起こすかもしれないからな。油断できないから。彼の言うことだって重要なんだと言ってるんですよね。で、このジョン・ウィリアムズという男は、知的で、思慮深い男だから、もしかしたら何か言うようなことを言ってくれて、事態を少し落ち着かせてくれるかもしれない。まあでもそんなこと全然わかんないから、とにかく彼がどういうのか聞いてみようじゃないかと。ということで、3月24日金曜日のマットマネーの結論ですけども、ジムクレーマーね、身構えろよーって言ってるんですよ。とりあえずの焦点は、地銀がどうなるのか、特に、ファーストリパブリックがどうなるのかだと、何かあっても対応できるように、心構えはしておこう。誰もね、どうなるかまだ今のところ全然わかんない。何が起こっているかすら、全体像が定かじゃない。だから不安が広がってるわけだけども、ジムクレーマー的にはここから大丈夫だとはとても言えない。身構えようぜと言ってるんですよね。で、その上で、そうね、銀行のことごと収まったら株価絶対上だから、そこは抑えとかないと。で、まあ注目決算もあって、ここが転換点なんじゃないかっていう企業も何個かあるんですけども、とにかく身構えながら行こうじゃないかと、そういう一週間になるよと、そういうことだったんですよね。はい、ということで視聴者からの生電話を受け付けて銘柄を解説するライトニングラウンドなんですけども、いくつか見ていきたいと思います。まずバリックゴールドはあかんでということで、これ金鉱株ですけども、ジムクレーマーね、自分はね、以前ねえねえジムクレーマー、あなたってゴールド嫌いだよねと、あんま進めないよねって言われたことあるけども、そんなわけじゃないよと、ジムクレーマー的にはゴールド好きなんですよね。ただ今じゃないよと。だからね、今ゴールド買う人っていうのは
本当にゴールドを買いたい人のみであるべきで、自分は今じゃないと思ってるから、今ゴールドの株とか金鉱株おすすめする時じゃないと思うんだよなと言ってるんですよね。はい、次、オキシデンタルペトロリウムはということで、これバフェットさんがいっぱい持ってるね、石油株ですけども、ジムクレーマーいいと思うよと、ウォーレンバフェットが好きな株で、だけど自分のお気に入りはこっちの方だと言ってるのがパイオニアナチュラルリソーシーズなんですよね。ジムクレーマー最近もね、ちょこちょこ買い増したりしてるわけですけども、この株オキシデンタルよりもよりいい配当があって、よりよく経営されてると思うよと。はい、次、ルメンタムホールディングスはあかんでと。これね、通信用のね、レーザーとかの会社なんですけども、ジムクレーマー自分は買い手じゃないよと言ってるんですよね。何かがうまくいってないと思うよと。こんなに株価下がり続けるってことはなんかダメなんだなと、今は触りたくないよと言ってるんですよね。はい、次、ペトロブラスはあかんでということで、これね、ブラジルのエネルギー会社ですよ。石油とかで天然ガスとかやってるんですけども、ジムクレーマーね、ブラジルの会社じゃなかったらいいんだけどなって言ってるんですよね。配当もグロースもブラジルの会社じゃなかったらおすすめしてもいいんだけども、やっぱブラジルということが引っかかる。ブラジルという国を信用できない、ダメだよと言ってるんですよね。はい、次、デイナはあかんでということで、これね、自動車関連製品の会社なんですけども、ジムクレーマーいい会社だと思うけども、今は車のパーツを買う時期じゃないよと、その種の株を買う時期じゃないから今じゃないよと言ってるんですよね。はい、で最後ですけども、バーテックスは A でということで、これバイオテックですよね。あの、脳包性繊維症の治療薬のね、カリレコとか、あと C 型肝炎ウイルスの治療薬とかやってるんですけども、この会社ね、ジムクレーマー好きなんでね、僕も何回か過去にも動画出したと思いますけども、ジムクレーマーただただ素晴らしい会社だと思うよと、もっと株価高くあるべきだと思うよと。で、自分はこの会社も好きだし、リジェネロンの方も好きだよと言ってるんですよね。両方とも素晴らしい、いいと思うよ、こういう会社と言ってるんですよね。ということで今回は以上です。今日も聞いていただきましてどうもありがとうございました。これからもジムクレーマーフォローしていきますので、まだの方はぜひチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。よろしければ毎日マットマネーの解説記事が届くメンバー登録もどうぞよろしくお願いします。今回のメンバー限定動画第143弾なんですけども、ラリー・ウィリアムズ来ましたよ。こっから 75% の確率で大きく上がるリテール株、今買い時だよと。で、あとはこう銀行不安広がってるんで、バランスシートが鉄壁な11銘柄、アルトマン Z スコアで、パウエルとイエレン、あともろもろありますので、ぜひメンバー登録もどうぞよろしくお願いします。あとね、サブチャンネルの方もどうぞよろしくお願いします。今週何があったかっていうと、ようやくね、ジンキーさん帰ってきましたよ。みんなね、ジンキーさんロスだったと思いますけども、二次試験合格したと。あとミキティですよね。ジムクレーマー、実現するしないに関わらず、含み損は損なんだよと。ジンキーさん、指は買わないと。ジムクレーマー、利確するまでは儲けてないよ。ジンキーさん、結局がん保険って入るべきなの？ジンキーさんの今のがん保険解約した方がいいの？で、2月のライトニングラウンドの後半のまとめで、ジムクレーマー、耳寄りな話に耳を貸すな。で、ジンキーさん、ついに来ましたよ、大儲けですよ。だからやっといていいんですよ、株式投資っていうね、いろいろありますので、ぜひサブチャンネルの方もどうぞよろしくお願いします。最後におまけの英語コーナーです。はい、今回なんですけども、この最後の金曜日のね、ニューヨーク連銀総裁のジョン・ウィリアムズのところで、彼は知的で資料深い、もしかしたら今の状況を落ち着かせてくれるかもしれない、そう言ってるのがこれです。 He's cerebral, he's thoughtful. Maybe he can just calm things down. はい、そうですよね。 He's cerebral, he's thoughtful. Maybe he can just calm things down. 長男次男どうぞ。 He's cerebral, he's thoughtful. Maybe he can just calm things down.今の生活で問題だと思うところは、歯の矯正の線のところを変えて今めちゃくちゃ痛い。 He's cerebral. He's thoughtful. Maybe he can just calm things down. 今の生活で問題のあるところは、クモンの宿題。 He's cerebral. He's thoughtful. Maybe he can just calm things down. はい、言ってますよね。で、今回これなんですよね。セレブラル。セレブラルですよ。で、これね、何から来てるかっていうと、セレブラムから来てるんですよね。ちょっと続き違うんですけども、これですよ。セレブラムで、これは大脳っていう意味なんですよ。これね、セレブラム、大脳っていう意味で、で、これの形容詞形がセレブラルなんですよね。だから脳のっていう意味なんですよ。例えばセレブラルアブノーマリティだったら脳の異常、セレブラルアブセスだったら脳の腫瘍、セレブラルアクシデントだったら脳卒中とかね、脳のっていう形容詞なんですよ。だからね、セレブラル、大脳のとか、脳のっていうことなんですよね。
アセレブラルヘミスフィア、大脳の半球と。でこういうね、脳脳ってことなんですけども、さっきのジム・クレーマーのね、彼は脳脳って言うとおかしいですよね。で脳脳っていうのが転じて、まあ、脳みそを連想させるように情より知性に訴えかけるようなとか知的なと、そういう意味があるんですよね。例えばアセレブラルポエムだったら知的な詩みたいな感じで、だから基本は脳脳っていうことで、まあ、バイオロジー用語とか医学用語であるんですけども、それが転じて知的なっていうことがあるんですよ。だからジム・クレーマーね、ジョン・ウィリアムズは彼は知的なんだと。で思慮深い、もしかしたら彼は今の状況を落ち着かせてくれるかもしれないなと、そういうことでしたね。ということで今回は以上です。今日も最後まで聞いていただきまして本当にどうもありがとうございました。 He's cerebral, he's thoughtful. Maybe he can just calm things down. He's cerebral, he's thoughtful. Maybe he can just calm things down. 今の生活で問題だと思うところは、歯の矯正の線のところを変えて今めちゃくちゃ痛い。ああそうだったな、うん、それ痛そうっていう感じだよね。それ何なの、一回さ歯の矯正始めました、うん、でそもそもあれだよね、それやる前に歯何本か抜きました、うん、で矯正始めました、うん、で初め痛かったけど、うん、なんとかなりました、うん、で今回またあのワイヤーを変えた、ワイヤーを変えたらしたら何、また動く力が強くなってすごい痛かったってこと。そう、あで今もまあ別になんか何もしてない時痛くないんだけど、うん、食べてる時とか痛い。あなるほどね。お父さんさ、それやったことないから経験したことないからどんなんか分かんないんだけど、うん、どんな痛さなの。どういう痛さ、なんかまあ歯が締め付けられてる感じ。歯が締め付けられてる感じ、うん、なんかどっちかの方向に無理やりこう動かされてる感じ。そうそうそう、実際動いてんだもんね。でもね、うん、なるほど。え今その新しい線変えて今何日目。3日目。3日目、うん、今もう収まってきた痛みは。まあちょっとぐらいね。あこれ何段階やんの、またやんのこれ。わかんない、やるかもしんない。あそう、うん、わかんない、わかんない、うん、まだこの苦しみが続くかもしれないのかもね。はあ。でその矯正のやつさ、いつまでつけんだっけ。1,2 年って言ってたよ。 1,2 年って言ってた、うん、あーなるほどね。まあそれでその後歯並びに悩まないんだったらまあいいのかな。まあうん、いいんじゃない。じゃあもう我慢するしかないもんね。うん、まあっていうか俺チョイスあったわけだな。まあそうだね、アメリカ本当歯並びのことうるさいもんね、うん、みんなやってるもん。みんなやってるもんな。 He's cerebral, he's thoughtful. Maybe he can just calm things down. 今の生活で問題のあるところは、クモンの宿題。クモンの宿題？うん。何の問題があるの？いつも忘れちゃうの。いつも忘れちゃうの？うん。何を忘れるの？やるのを忘れるの？それとも持っていくのを忘れるの？やるの。やるの忘れんの？うん。ああ、なるほどね。忘れたらどうすんの？いつも。最後の日に全部やる。ああ、本当は毎日やんなきゃいけないけど、最後の日に全部やるの？うん。じゃあ忘れないためにはどうすればいいと思う？スティッキーノートに書くとか。ああいいじゃん、スティッキーノートに書けばいいじゃん。そのスティッキーノートどこに貼っとく？いつも勉強するとこ。ああいいじゃん。あじゃあそれやってみたら？